長官、そもそも日本の難民認定率はわずか 0.5% です。難民認定の手続きが適正に機能されしていない現在の状況で、難民申請が2回認められなかったものは強制送還の対象となるという法案が可決してしまえば、多くの難民が強制送還の対象となり、命の危険にさらされます。国連のノンルフール原則に反しているにもかかわらず、この法案が通ろうとしております。この案の実現は国連加盟国でとしての責任を放棄し、難民は死んでも構わないと国際社会に向けて宣言するのと等しい行動です。正直初めてこのことを知ったとき衝撃を受けました。国連に人権問題について指摘を受けているのにもかかわらず、日本がこの改正案を進めていることを知りショックを受けました。また私たちには忘れてはならない方々がいます。半ストで亡くなったナイジェリア男性、適切な医療を受けられず亡くなったウィシュマさん、施設内で暴力を受けたデニズさん、そして長期収容のせいで心も体もボロボロになってしまった方々、現在の段階でこのような被害を出している入管にさらにこの改正案が通ってしまえば、より多くの被害者が出てしまいます。私は望みます。国際社会に誇れる難民が一人の人間として扱われる日本を、そのためには声なき難民移民のために声を上げていかなければならないのです。キング牧師はこのように言いました。 Injustice anywhere is a threat to justice everywhere。 どんな場所にある不公平もあらゆる場所の公正さの脅威であること。私は日本人だからなんでこのことについて考えなければならないのかと思う人もいるかもしれません。しかし難民や外国人の人権を守れない日本が、この先周りに知り合いがいなかったり弱い立場にいる日本人の人権を守れるのでしょうか。見た目や言語が違っていても人は皆同じ人権を平等に与えられるべきです。これからアピールしたい方はマイクを渡しますので、どなたかアピールをお願いいたします。そしてアピールが終わった後は手指の消毒をお願いいたします。13年からは品川の入管に面会ボランティアをしております。まあ、今日もたくさんのあと当事者の方たち来ていただいてます。私が仮放免の保証人をして出ている方たちです。写真撮られたくなかったら向こうに行ってね大丈夫ですかね。はい、気をつけてくださいね。はい、そうですね、面会をしてですね、特に2018年から仮放免が許可されることがだんだん厳しくなって、まあ、オリンピックのこともあると思うんですけれども、もう長期化してます。収容が長期化してですね、まあ、もちろんコロナが2020年の4月ぐらいにはたくさん出たんですけれども、その前は本当に今もそうなんですけれども2年、3年、長い人は4年収容されている状況になっています。そしてですね、もうハンガーストライキでしか訴えることができないような状況になって、先ほど娘が言ったように大村入管、長崎にある大村入管のナイジェリアの方は餓死をしたという、本当に辛い出来事がありました。実は私の保証人をしていたインド人の男性の方も仮放免が不許可になったということを伝えた時に、次の日に自死をしたということもありました。私が保証人をしておりました。本当に、まあ、構造的な悪によって命を奪われたというふうに私は理解しております。非常につらかった出来事です。ですが今回のこの入管法、まあ、改悪です。本当に改悪されることが、実際に仮放免に出た人たちが仕事できないんですね。で仕事ができない中にあって、時々やっぱりちょっとそんな仕事ができないなんて、今日会ったイランの方も仕事したいって言ってましたけれども、時にちょっとこうアルバイトみたいなのしてしまった時に、まあ、もし見つかった場合には、今までは仮放免が取り消されてもう一回収容される。でも今度のこの法律では刑事罰とされてしまって刑務所に、収容されてしまう恐れがあります。本当にひどい、改悪としか言えないような内容です。そしてまた、管理措置という制度も本当にひどいです。まあ、私は保証人を200人以上してるんですけれども、その保証人に対して、まあ、管理人という制度なんですけど、管理人に対しても、刑罰が罰せられる
罰金が課せられるという内容になっています。もう多分長期化をしないようにするための改正なんですけれども、ますますこれが通ってしまったらますます長期化してしまう。仮放免制度も残るかもしれませんけど、管理人になる人は本当に少ない、責任が本当に重いので少ないことになるというふうに私は想像します。ですから本当にこの法律は通しちゃいけない、というふうに、思っております。はい、私からは以上にしまして、何か今日学生さんたちもいらっしゃってて、一般の方たちも来てて、今日初めてっていう方もいらっしゃいます。ちょっとマイクを持って喋るのはドキドキしてしまうかもしれませんけれども、ぜひですね、こういうことを知ってこう思ったとかでも結構です。何かアピールしていただけたらなっていうふうに思います。ちょっとなかなかハードルが高くて、私はクリスティーナです。上智大学のグループ、なんて名前のグループ、What's the name? ソフィア、上智、難民、支援ですね、難民支援、レフュージーサポートのグループに、所属しております。And today I would like to emphasize that we have to understand that refugee rights are basically human rights. 今日は、難民の人たちの人権ということは、それは、人の人権であるということをアピールしたいと思います。And if students like me, I'm a university student, and high school students don't come forth with finding what is, sorry, I'm a bit nervous. If they don't understand the situation and do not amplify the voices of refugees, I do not think that we will go down the right path. 私たちのような大学生あるいは高校生はですね、なかなか難民の人たちの気持ち、あるいは難民問題について、理解することがそんなになくてですね、そういう状況にありますので、訴えていきたいというふうに思っております。So I hope that the university students here, as well as high school students who do look into this situation, especially with the media here, hopefully they will spread the word around and hopefully, you know, we can go onto a right path and be able to support refugees in every single way possible.ですから今日来ている高校生の皆さん、そして大学生の皆さんにぜひ分かってもらいたい、私たちも何かこう、身近なことでアクションすることができるということをぜひ分かっていただきたいなと思います。メディアの人たちにそうやってもうメディアを通してそのことを、訴えていきたいと思います。 Thank you so much and thank you so much for coming today and please always support refugees as they are also human beings。今日は皆さん来ていただいて、特に高校生、大学生の皆さん来ていただいたこと、そしてこの活動をサポートしてくださったこと、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。Support group. We are a support group from Sophia University, and we try to reach out to refugees in Japan and support them in ways that we can. メグさん。私は、こんにちは。私は、上智大学の、難民支援のグループに所属しているものです。難民、日本にいる難民の人たちの支援のために活動しております。 In our group, we try to we try to converse and talk to refugees from those in detention centers and those who are here outside and invite them in our university to interact with them through our refugee cafes and reach out to themat this time of the pandemic through different deliveries of their necessities. 私たちの活動は、収容所入管に、訪れることであったり、あるいは、学校に、来てもらってお話スピーチしてもらったり、あとはリフュージーカフェというのをやってお金をレイズしてサポートする活動をしております。 Back before the pandemic, every time we would visit the detention center, we would talk to the refugees and we would hear their stories and know about how unbelievably inhumane the treatment was inside the detention center.Before the pandemic, we saw how unbelievably inhumane the treatment was to refugees in the detention center. And we were even more appalled to hear about how during the pandemic, they started releasing asylum seekers out from detention centers, even though they're extremely vulnerable in this time of uncertainty.パンデミックの前の段階においても入管の中にいる人たちの、どう、処遇しているのかって本当にひどいことでしたけれども、パンデミックになってたくさんの人が出た後のことにおいても、入管の収容所のことが非常に、
ひどい対応があって、それが気になっております。 On top of all of that, now they're trying to amend the law that would most, that would overstep human rights of refugees in Japan. That makes their situation even worse than how bad it already has been. この法律改正によってまた難民の人たちに申請者にも含めて、関わるその人たちの対応処遇することが本当にもっとひどくなるんじゃないかということを気にしております。 It's hard to imagine that as university students and as high school students there's something that we can do to change、this amendment, but I want to encourage all the students here and those who are、interested in the refugee issue that there is definitely something that we can do even in the limited platform that we have as students. 高校生大学生、特に今日来ている高校生大学生に伝えたいんですけれども、私たちも何かチェンジすることができるということを思います。何かアクションを私たちなりにできるということを伝えたいです。It's important to spread awareness about this cause. It's important to talk about it, to talk about it to your friends, to your family, to the people around you, and share to them the reality that the refugees who come to Japan are here because they're people as well. They deserve rights that we all have as we live every day in this country, and they deserve the freedom, and they deserve to live normally as everybody. まず私たち学生、特に若い人たちができることはお話しすること、近くの友人で話したりすること、この難民申請、難民に申請者たちがどのような状況に置かれているか、そして彼らは本当に自由に値する人たちなんだということを、そして私たちと同じように生きていく権利があるんだということを話していただきたいと思います。There's so much that needs to be changed, but we are here today because we recognize that this change needs to be made. And what we need to do now is to spread more awareness of this change that needs to be done and use whatever that we have within our power to make this change happen. Thank you. 私たちがここにいるのは必ずこのことは変えられるんだということを信じて、そして私たちがアクションするということです。ありがとうございました。ありがとうございました。